宝箱行きますか。掘れるようになってますんで。シャキッとカプセル。まあまだね、行ける場所あるんで、先にそっち行こうかな。でね、ワイヤーアクションがあそこにあるんですよね。一回こっち行こう。で、いきなりいるので気をつけましょう。ていうかカメラあったな。ちょっとやばいな。よし。というか普通に1万手に入っちゃったから払ってもいいな。普通に払ってもいいよな。どうしよっかな。中間衣服か。まあ普通にここ強くしよっか。よし。かなり余裕だったわね。ちょっと危なかったな。まあ当たっていないのでセーフです。マンゴーそうだな。どうしよう。ここを変えますか。暴いてやる。余計に危険な匂いがする。弱点をつけるスキルはなさそうだ。パンチをペルソナ。ここはペルソナでつけるんじゃないか。かけろヨハンナ。よし一発で、ユウスケで行きましょう。これで幕引きだ。お、フレイラ嬉しい。腕を洗うより感じる。そうだな、どうしようかな。あれ気になるよね。あれ気になりますよね。ちょっと待って、後ろ向いたね。あれは今のうち。あれはあのシャドウは強敵よ。強そうなやつがいるぜ。あれは気をつけた方がいい。大丈夫大丈夫。あそこにもいるな。これは戦うか。こちらの先生だ。弱点をつけるスキルは。これは逃げます。分かった。逃げ道を探す。今なら
アンちゃん変えちゃったからね。申し訳ねえが逃げます。15%か。一旦こっちかな。これ多分当たっちゃうよね。これ大丈夫かい？大丈夫だった。お、これでいけそう。今普通にいたよな。大丈夫だった。もう一回ちょっかい出そう。一緒かー。どうすっかなー。もう一回逃げます。まあ20ならまだ大丈夫。でここ通れるよね。よし。やば、見つかるかなこれ。きたー。よし、とりあえずラッキーパンチで。なんとか繋いでいこう。でバトンタッチで。よーし、なんとかなったー。危ねえ危ねえ。よし。たわいもない。で、あそこですね。なるほどね、多分直通だったのかなこれ。蹴り。マジかよ。泣いてしまった。これってで、あそこにあるんだよね。あれどこかしらから行けると思うんだが。こっから行ける？これいけるか。よし。結構上がりますね。114か。おっちゃんにしよう。やば、降りちゃった。戻ります。あ、あ、やってみよう。これ確かねだったと思う。よし。
調子ではお次ですね。分かったわ。探索を再開しましょう。行きましょう。もうちょいのはず。でね、あの赤い丸が見えると思うんですが、降ります。このフロアは全体が鍵のシリンダーなのよ。おっしゃ、行こうぜ。だいぶ見えてきましたな。待ってるな待ってんな。行きまーす。で、この方クバンダさんだと思うんで、なんだっけな、とりあえず運に任せる。やった。これでどう？ちょっといろいろ試したいかな。ブフではないと思うが、血祭り。あぶねえ、あぶねえ。お、お願いします。これ弱点調べる前に倒しちゃうやつだな。まあまあまあいいでしょう。ありがとうございます。あれ、こいつはパスワードじゃねえのか。だからシャドウが守っていたのかもね。触ってみよう。右のスイッチを押す、左のスイッチを押す。左で。これどうだったかな。これでこっちに丸。行くぞ。どうやら。なんかありそうだよね。ちょっとこっちが気になった。あれなんかあるよな、きっと。どうしたものか。あー、石っぽいね、なんかあの奥に見えるやつ。マジか。どうしようかな。挑みてえな。でもとりあえずね、タルンダは欲しいので、これでいこうかな。あんちゃん入れます。こんにちは。もう絶対強いわもう絶対強いやつだわこれ。ラッキーパンチ。やったー、やったー。
強っ。たるんだで。お、微弱点が分かった。これはでかい。でモナまで回るんで、もう一丁いきます。で自分回復で挑発。まあ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 、いつまで行かれてんの。ナイスハリセン。でタルンダは効いてるので普通に攻めよう。全然ここからは総攻撃メインで仕掛けていけば勝てる相手かなと思うんで、畳みかけていこう。お、お願いします。我が輩の気持ちだ。ありがとう、センスいいじゃん。おまけだぜ、エクセレント。素晴らしいフィニッシュですね。ありがとうございます。で3つ目ゲットだね。今回も全回収できたわ。やった。石ゲット。このパレスはコンプリートだ。でこれですね、マハラクカジャか。結構いいな。これ誰かにつけときたい感じはある。変えとこう。とりあえずこれでいきます。興味深い。スイッチを押すで。でこっちも押したら大丈夫かな。ジョーカー、で揃いますね。によし、では行こう。いきなりいるな。いきなりいるな。とりあえず一回戻そう。いきます。マジか、隠れられるポイントがなかったぞ今。三度目の正直。いきます。これもいきなり仕掛けちゃう。
剣が狙えるな。敵ソテーダウン。どうだ。なんとかなりそうかな。つけるんじゃないか。そこが。いい調子だ。ジョーカー。敵2体撃破。ありがとうございます。お、なかなか良いですね。よし、筆を洗うよりたやすい。これか、特定の場所で使うことでペルソナの力を1上げる。なるほど、そういうやつもあるのか。ねえ、カメラもあるのかな。イベント入ったわ。まあ確実に行きましょう。後ろ向いたら5ということで、上登っちゃった。どうしようかな。上登る予定じゃなかったんだよな。どうしよう。うかつなやつめ、仕掛けるぞ。一回ここ行こう。見つかってる。一回戦闘に入ろう。戦いやすい相手でよかったです。で、そのままこれをやってしまおう。逃げた場所がちょうどよかった。おっちゃんでもよかったな。この技じゃない。いただいていく。じゃあもう繋いでいこう。せっかくだし。ちょっと向こう気になるね。先に倒すか。先生撃てなかった。ならばラッキーパンチ。よし、ボックスが代行する。
俺の代わりに。リンが代わりに。ヨハンナ。さすがクイーンだ。敵を一掃しましょう。とどめだ。おねみに染みたでしょ。おめえ、レイズスラッシュ。余裕の勝利ってやつかな。バトンタッチとの相性は抜群ですな。とりあえず行けそうな場所、こっち。あれちょっと気になりますね。穴あるね。入れそうな。頼んだぞ。結構強かった気がする。全体の HP 全回復、これはできるだけ後半戦まで取っときたいやつですね。こっちね。でこっちもやって、あれはあれで気になるけど、多分これは飛び降りだから違うよね。向こうから届くのか。あの穴に入っていくんじゃなくて逆にあそこから出てくるのかな。とりあえず一回降りちゃおう。まずは取りましょう。これってで多分あれですよね、あそこにあるやつ。普通にこっちから行けるか。ありましたね。やれやれ。回ってくやつね。でまたありましたね、これが。2万円。どうする。そうだよね。ここで払うぐらいだったらね、俺は川上先生を4回呼ぶよ。これが男ってもんでしょう。バトンタッチすれば弱点をのけるのを怒ってね。よし、チャンス。弱点をつけるの。やってやる。いい感じやるね。よし、警戒度も大丈夫になった。感じる。そういう感じね。これ大丈夫、当たっ
おお、ギリ。めっちゃギリギリ。ここは倒すわ。正体を見せろ。でまあアギ系なんでやったりましょう。ガード切るか、いいね。よし。手応えの。とりあえずあそこにありますね。今隠れられたと思ったんだがな。でもなか。回復できそうなものがあれば。ちょうどいいのが。お願いします。我が決意の証を見よう。これはユウスケだよね、次。そんならね、ガードディア。危ねえ危ねえ。さて、まだ大丈夫だ。行こう。何か。で、あそこにいますね。とりあえずあっち行きたいか。近い近い。攻め込んでしまってもいいが、俺は先にこっちに行く。これはなんだ。これもさっきみたいなノールカップ系ですかね。ですよね。一応こっちからショートカット的なことはできるのか。ただカメラ起動中だからあんま危ないことしない方が良さそう。いやー、慎重に行くには倒した方がいいな。さあ、今日のワンコ。で、どうしようかな。これ回るよね。チャンス。弱点
いい感じに倒せない。よし、で、こっちか。とりあえずこれをやっちゃいましょう。で、ここにありますね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。